サタ,タム級系巡洋王はイギリス海軍の系巡洋王の艦級で、本級の基本設計はタウン級系巡洋王館を元にしていたために、本級はタウン級のサブグループの一つに分類されている。本級はタウン級の第三グループにあたり、1910年度計画により6隻が建造されたが、3隻が本国艦隊に、 三隻がオーストラリア海軍で収益した。第一次世界大戦後の1920年にネームシップのチャタムがニュージーランド戦隊に編入されたが、燃費の悪さから1922年に除籍され、1924年にイギリスへ送り返された。本級の戦隊は朝鮮首労型戦隊を採用していた。 艦首は前方に傾斜したクリッパー型の艦首から、中央部に、手法の、マーク i 九百十五年型十五点二センチメートル速射砲、おぼ立てのついた、単装砲がで一気、司令塔を基部とする環境と短脚式の全部マストが、立つ。等間隔に並ぶ四本の煙突の原則は、関西艇置き場となっており、関西艇は二本一組のボートダビットが、 片弦5組で、計10組により運用された。左右の原則乾板上に 15.2cm 速射砲が棒立ての、ついた、単装砲がで、片弦3機ずつ配置されていた。乾板1段分下がった箇所で、後部マストと見張り所が立ち、後部乾板上に 15.2cm 手法が、後ろ向きに1機が配置された。 15.2cm 速射砲のイラスト、ブリスベーンの 15.2cm 速射砲手法は、本級からマークルブ1 9 1 3年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 45.36kg の砲弾を、行角15度で 12,344m まで届かせられる、この砲を炭装砲画で8機を搭載した。 砲牙の不行能力は、行角15度、深く7度で、旋回角度は240度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、方針の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分5から7発である。 他に近接火器として、ビッカース1900年型マーク I4.7cm 速射砲を採用している。1.5kg の砲弾を、行角12度で 5120m まで到達できた。単層砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。不行は、行角30度、不覚5度で、 発射速度は、毎分25発だった。これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53,3センチメートル、魚雷発射管を単装2機ずつ装備した。本級は、ヤーロー式石炭、重油根昇水管管12機とパーソンズ式、直結タービン2機に軸を組み合わせて、最大出力 25000SHP。 最大速力25.5ノットを発揮した。なお、サウサンプトンのミタービンは、ブラウンカーチス式だった。機関配置は、第一次大戦前の走行巡洋艦と、同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。ありがとうございます。